どうも、はじめまして。はじめまして。あー、リエ君だ。福岡で漫才をやらせてもらってます。高校生の男女コンビです。萌ちゃん。はい。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。あら、一応ブランシュのボケ担当ということでお話をずっとしてますけど、まだ一回もボケてないよね、今日。すいません、あの、私いいのいいのいいの、だから、これはね、ボケというか、あれだもんね、あの、言われたことをまずやっていきながら、それに対していろいろこう、瞬発力を今磨いてるっていう時だから、ね、そうですね。あとやっぱり、私の言い方もよく悪いと思うんですよ。そのまだボケてないねとかって、俺もよく言われるのよ。山本さん、ボケでしょ、ボケてくださいよとかってよく言われるんだけど、俺はその時に言うのは、いやいや、僕今一発芸とかをこう豊富に持っている芸人さんじゃないんで、そうですね、僕と長めのお付き合いをしてください、そのうち僕の面白さが出てきますから少々お待ちくださいみたいな言い方にしてるのよ、ずっと。これはもう、だから萌ちゃんもそういういい返しを自分で作った方がいいかもね。どう思うじゃん。考えようと思います。ありがとうございます。せっかくこうやってブランシュのコンビが揃ったんだから、はい、リモートでなんか軽くこう漫才みたいなのはできる？できます。できる。できます。ちょっと短めでもいいから、ちょっとやってみてくれる？はいはい、わかりました。おお。さあ、それでは行きましょう。まずはトップバッター、ブランシュのお二人です。どうぞ。どうも、ブランシュです。お願いします。お願いします。あのさ、聞いてほしいことあるんだけど。うん。最近好きな人がいて、で。好きな人。うん。そう、告白するためにデートプランを考えてきたの。うん、あ、なるほどね。それ、好きな人に告白するためにデートプランを考えてきた。そうそうそう。だからその練習に付き合ってほしくて。うん、あ、いいよ。練習相手ね。じゃあ私が先に待ち合わせ場所にいる設定ね。うん、あ、じゃあ俺は後から遅れてくればいいんだ。そうそう、遅れてくる。彼、好きな人役で。好きな人役で。うん。やっぱ遅れた。絶対もう怒っとるな。怒っとるな。顔からわかるもんね。もう怒っとるな。ごめん、待った？あ、全然待ってないよ。いや、でも待ち合わせ10時やったやろ。もう今11時やし、めっちゃ待ったろ。全然、そんな全然待ってない。何時から待ってる？9時ぐらいかな。2時間も待ってると思う。2時間じゃない。2時間じゃないから。え、2時間やろ？だって9時からやっけ。今日の朝の9時だと思ってる？うん。違う、昨日の夜9時。昨日の？ 10 時間待ってると思う。ちょっと、楽しみだったから。どこでぶりっこしようってか、iPhone の発売日の人やん、そんなの。いや、楽しみで。いや、楽しみすぎても、まあ、待ちすぎじゃない？ちょっと。じゃあ、あの、ハンバーガー屋さん行こう。お腹すいたっしょ。うん、ハンバーガー屋さんね。あ、髪切った。すいません。そんなこと言うの。え、髪切ってないんだけど。別の変化あるよ、別の変化。変化？あ、顔あたり？あ、そう。顔面あたり。やろ、やっぱりね。化粧変えたやろ。違う。え、ちょっとわからん、さすがに。歯磨き粉変えてみたの。わかるか、そんなの。え、わかんなかった。え、歯磨き粉いいじゃねえわ。いいじゃねえわ。じゃあ、ハンバーガー屋さん行こう。もう、今回、ハンバーガー屋さん行こう。もう、ハンバーガー屋さん。お腹空いた、はい。すいません。照り焼きバーガー、サビ抜きで。入ってねえわ。どこのバーガー屋にわさびが入ってるとかや。え、はい、ダメ？え、ツーンって来ない。子供泣くわ。泣き騒ぐわ。ダメかな。あ、じゃあ、ダメ。最後。最後ね。遊園地どう？遊園地。あ、いいやん、遊園地。ね、夜の遊園地で告白するってことね。そう。乗り物に乗って、いいタイミングで告白するの。いいやん、めっちゃいい。乗り物、もうロマンチックやんか、めっちゃいいやん。ロマンチックだよね。うん。よし、乗る。あ、ジェットコースター乗ろう。観覧車であれよ。いや、ジェットコースターがいいんだよ。全国的に決まってますから。ガガガガガじゃねえやん。好きです。観覧車で決まってると、全国的に。告白の場所はダメだわ。これダメかな。告白イコール観覧車なの。じゃあ観覧車行こう。観覧車行こう。はい、乗り込みました。パターン。付き合ってください。タイミングが0点やわ。
ダメかな。頂上で言え。あ、ちょ、そうかな。誰が出始めで言うとかやん。ダメ。ダメやわ。え、なんなのその文句ばっかり言うの。いや、違う、文句じゃない、言うんだけど、友達でもあり、相方でもあるわけやけど、うまくいってほしいわけよ。直接伝えな、こんなデートプラン考えるより。そうだよね、直接伝えた方がいいよね。それがいい、絶対うまくいくけん、そしたら。好きだよ、龍也。いや、うわ、衝撃なオチ、またどこかで。ありがとうございました。頑張ってますね。今日何点ですか、お二人で。やっぱりこう、リモートでやるっていうことは、まあ、あんまりないことだと思いますが、お二人の中で、ボエちゃん。30点ぐらいで。30点ぐらい。ちょっと、あの、70点分ぐらいは足らなかった。すいません。リュウヤは。そうですね。なんか言ってない。まあ、タイミングとかですかね、やっぱり。まあ、リモートだから。はい。ちょっとこう、息が。はい、ちょっと会いづらかった。まあでも、いいんじゃないですか。そら、まあ、初々しく見させていただきましたよ。私が来たね、高校の時にこういう漫才を本にして書けるかって言ったら、多分書けてなかったと思いますから。私は高校3年のこの時代はストリートダンサーやってましたから。だからすごいと思いますよ、今からこの段階でね、こういう志があるっていうのは。ありがとうございます。何？ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いや、いいよね。うん、萌ちゃん非常に頑張ってると思いました。あ、ありがとうございます。うん、なんか萌ちゃんがやっぱり可愛らしく見えるよね。うん、本当にその恋愛に対してこう彼氏が欲しいんだっていう雰囲気も伝わったけど、やっぱりボケをする瞬間ちょっと無理をなさっている。ヘッパーがサビ抜きでみたいなところね。だからリュウヤはリュウヤでちょっとやっぱりカッコつけてる感じがしたな。お前女にモテようとしてるの？してないです。そういうところはちょっと見え隠れしますよ。山里的な感じでちょっと女のこう相方をこう操っているんだろう的な感じを見せたいんだろうなっていうのがちょっと見え隠れします。あなたは暴れ発着なんですから。はい。わかります？暴れ発着。わからない。私が子供の時にやっていたドラマなんですけど、はい、暴れ発着で言ってください。はい。さあ、じゃあリュウヤの言っていたラジオやりましょう。じゃあラジオ。はい。そもそもそれだから、 DM で来たのはラジオに出てくれませんかっていうところから来たわけだから。本気で高校生からお笑いを始め、ありがたいことにネットラジオのレギュラー番組のお仕事をいただいて、その番組でこのコロナを沈んでいる日本を明るくするためにゲストを自分たちで許可を取って出演依頼をしに行くというのを行っておりまして、そこで夢だった山本さんのお名前を挙げさせていただきました。もしよろしければ僕らのラジオに出演していただけないでしょうか。お返事お待ちしております。こんばんは、ブランシュのリエです。萌えです。この時間我々ブランシュがお送りしてまいります。行きましょう。ということで今回のスペシャルゲスト、極楽とんぼの山本圭一さんです。お願いします。どうも。まあ、相方はね、皆さん知っての通り、スッキリとかでおなじみの加藤浩二さんなんですけど、もうね、ご結婚もされて、お子さんがもう3人おられて、上の子がもう今年、大学受験。だから、お二人と一緒なのかな？大学受験。同い年ですね、大学受験。ね。まあね、とにかくこのコロナがね、就職して、なんかね、お二人とちょっと会える瞬間があればいいかなとも思ってますし。はい。まあ今後ともブランシュの方はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあまた、今日はこの辺で。はい。じゃあね、はい、バイバーイ。失礼します。ありがとうございました。まあいいっすね、なんかこう、ステイホームの。だけどね、高校生とつながるって。だけどね、実はこれを境に
DM から何件から来てんだよ。お、そうなんだ。弟子が2人ぐらいと、あとなんかお店がこんなんだからどうにかしてくださいみたいなのがある。弟子入り規模、弟子入り規模がある。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。